まあさすがにちょっと今回はクマが相手なんでね、前回みたいにまあ鹿だったらワンチャンいけるやろみたいなことはさすがにワンチャンはいけないっていう。はい、反対側に来ました。こっち、あ、こんな、いやこんなん見たらマジで怖いわ。ずっと喋ってれば多分クマ避けていくと思うんで、だからできるだけ喋りながら行きたいと思います。多分もう夕暮れが早いんで。うわめっちゃ綺麗やんこれね。え、奥の奥までは持ってってないと思って、ん？あれか、見つけたかも。うーわ結構簡単に見つけちゃったわ。いやもうここ川になってるわ、ね、ゆっくり走ろう宮城の道。これいつなんだろうね。ライトエースだって。ライトエースのトラックですね。うーわ、よいしょ、くわー、もう完全朽ちちゃってるね。くわー、これは何年式なんだろう、全然わからん。完全に朽ちてる。あのバルブ交換のやつじゃなくて、この本体ごとのやつ、本体ごと交換するやつっていうのかな。相当年代もんだよこれ。これヘッドライト、これ全然使えるじゃんこれね。え、あとこれフォグランプ、うーわ、あ、ガラスだ、すごいな。うーわコラムだ、くわー、ハンドル完全にこけちゃってるし、これはなかなか貴重じゃない？この草拾。だってこれだからね。絶対これ見つからんよ、こんなところ。ねえ。はい、そしてこっちにもう一個あるんだよね。これもう、雪の重みなんだろうな。もうこれは、これはすごいわ。これは、これもそうだ。で、こういうタイプのライト。あ、ホンダだって。グランドオートボックス。アクティスーパーデラックスだって。わ。アクティ。アクティには見えんかったわ。これ。あ、なんかある。オーディオか、これは。いや、これ。まだパーツ、車内パーツはなんか生きてるものもいくつかあるよね。ねえ、これガラスとかさ、こういうの貴重だよね。割れてないんだもんだって。屋根こんな潰れてんのにガラスは破れてない。うーわ。まあ、こっちは登山、あ、なんか向こうにもなんか見える。マジかよ。こんなところ。軽トラだ。軽トラあるわ。しかも2台。ハイゼット、ハイゼットか。クライマーで、あたりこんなんだからね。林道だよ、林道に。うーわー、奥なミニキャブか。これすごくない？これすごい絵になる。これサムネじゃん。これサムネ用にいいんじゃない？これは貴重だわ。こっちはもうあれだけど、なんか三菱っぽい顔してるね。え、こっちはなんかかろじて形がまだ残ってるよね。よく残ってたね。開く？あ、開いた。うーわー、もう朽ちちゃってるけど、
懐かしいわこのメーター。そういえばうちの親戚のおじさんがミニキャブ乗ってて、確かにこんなメーターだったわ。昔の AM ラジオ、こういう色とか貴重だよね。これはいいもん見ちゃった。一応ね、現状保存ということで閉めときましょう。閉まったわ、ちゃんと。さすが三菱だわ。これだよ、これ。ねえ、こんなことあるかって話だよ。いや、そろそろ引き上げるか。あと本当にクマに襲われそうだから。絵になるね。軽トラと林道、さすがにもうないよな。多分ない。また来た道に戻りたいと思います。やっぱ来てみないと分かんないもんだね。ということで、また次回。